2012年9月に六本木にあるクラブフラワーで飲食店経営者が撲殺され逮捕されたのが関東連合の元リーダーである石本太一氏でした。2016年には最高裁判所が石本氏の上告を棄却して懲役15年が確定しています。石本氏に関してはヤバい奴のナンバーワンという噂が絶えず、そんな彼と超仲良しと噂される芸能人も、石本氏がヤバい人なら仲良しの芸能人もヤバい。1. 伊藤英明さん。超仲良しとして一番目に名前が挙がるのは俳優の伊藤英明さんだそうです。最近はあまりメディアで見る機会も減っていますが、どうしているのでしょうか。2. 藤井里奈さん。石本氏の元カノとして名前が挙がるのがファッションモデルの藤井里奈さん。石本氏が逮捕されたのは彼女の部屋だったという噂も。3. 赤西仁さん。アイドルグループカトゥーンの元メンバー赤西仁さん、家族ぐるみのお付き合いをしていたそうで、薬物使用の噂もあるのだとか。4. 高岡壮介さん。俳優として活躍していた高岡壮介さん、女優の宮崎あおいさんの元夫でもあります。高岡さんは2016年に傷害容疑で現行犯逮捕されましたが、結局示談となったそうです。その他にも石本氏のブログに登場する芸能人が。5. 清原和博さん。元プロ野球選手で覚醒剤の逮捕歴もある清原和博さん。石本氏は清原さんが常連だった韓国料理店の番長鍋をお気に入りでよく食べに行っていたそうです。6. 竹内力さん。石本氏は過去に俳優としてもデビューしており、竹内さんに演技に関するアドバイスをいただいてとてもありがたかったとブログに記載していました。7. 夏原武さん。漫画クロサギの原作者の夏原武さん。以前から石本氏と食事に行ったり飲んだりする関係だったようです。ネットの反応。まだ名前がネットに上がるほど有名人なんだね。俳優デビューしてるならもっと仲良しの芸能人がいそう。自殺した上原美優の元彼だよね。結論、真実を知っているのは関係者のみ。いかがでしたか？写真を見るとこわもての方が若干多いような気がします。やはり類は友を呼ぶのでしょうか？あなたはどう思いましたか？今回の動画を多くの方に見て知ってもらいたいです。動画をグッド評価していただけると動画が拡散され、より多くの方々に知っていただくことができます。ご協力いただける方はよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。